リドルジョーカー。その話はもういいから。それよりも痴漢の話ですってば。能力を使ってるんじゃないかってことでしたけど、どんな能力なのか目星はついているんですか？となると念力みたいなので痴漢してる？わざわざ痴漢してる意味がわかりませんね。満員電車の中で起きてますからね。会社勤めのストレス発散とか？何にしろ許せませんね。能力を痴漢行為に使うなんて。そんなことするからアストラル使い全体の印象が悪くなって、たくさんの人に迷惑をかけるのに。絶対に犯人を捕まえないと。そうですね、犯人の気持ちが分かればもう少し手がかりも増えそうな気がするけど。それだ！え？どれ？痴漢になりきって行動パターンを真似すれば犯人の気持ちがわかるかもしれないでしょ。プロファイリングって言うんだっけ、こういうの。細かいことは言いっこなし。重要なのは犯人の気持ちを探ることです。偶然現場に遭遇することを期待してても仕方ないって話をしたじゃないですか。今こそ新たな捜査をする時だと思うわけです。でも痴漢の気持ちになるって一体どうやって？それはやっぱり犯人の行動をトレースするのが重要なんじゃないかと。女性が加害者になる場合もあるにはあると思うんですが、でもやっぱり普通は男の人だと思うんです。だから犯人役は先輩にお願いしたいんですけど。ありがとうございます。で、被害者役は私かななみちゃんになるけど。はぁ、いいよ、私がやる。どさくさに紛れてサトルくんが本当に痴漢したら困るし。ほんと仲がいいですよね、二人って。どこが？だからそういうところが。